スーさん、フラワーペンシルありがとうございます。いかがも過ごしてないってことでいいですかね。反応がないということで皆さんいかがも過ごしてないってことでそういうことにしときます。はい、雨風の強い一日。それなそれなとか言ってるけど、今雨すごかったけど今消えていきました。でも雨が強くなったなって思ったのはさっきからかなって感じなので、多分そう、みんなは関東圏に住んでる方はすごいのかもしれないけど、こちらは昼間はそんふなんかちょいちょいくらい、うん、でしたよ。そう、今は降ったり止んだりって感じで、こちらは何、秋雨前線的なやつですか。にゃこさんリボンありがとうございます。いや台風なのは知ってるんだけど、なんで急に台風が出てきたんだろうと思って、そんなの知らないかトムさんに聞きますね。はい、すいません。聞くとこ違ったわ。ちょっと待ってね。テレテテレ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 テテテテレテテテレテ。卵焼き食べたくなってきた。よし、パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。宇多田ハツカの配信が、ただ20日夢見る見ました、皆さん また私が出てないから見てないかな、みんなどうだろう。夢見るの1本目が今日公開されててすごーと思って、そう、なんか編集してるところも見てたので、8月の8の日のあたりだったかな、あの練習のあたりの時とかに編集したりしてて、うおーすげーって隣で言ってたのが YouTube 上に載ってたので、推しポイントありますよ。ですね、うわバーストされたんですけど、ですね、宇多田ハツカの紹介文のところでミッサーがなんかもう、その時にミッサーが考えてたんですよ、その 何入れようかなみたいな文面だから、なんか何入れたらいいですかって聞か、何入れたらいいって聞かれたから、ミッサーに AKB の宇多田ですって入れてよって言ったら入ってましたそうだから私が間接的に出演しております、イエーイ。私の脳みそ、
脳みそが間接的に出演してるのでそこだけ注目してくださいTikTok 見てる方は分かると思うんですけど、宇多田の TikTok 見てる人は、宇多田のじゃない AKB の宇多田さんの TikTok、 あ、 AKB の宇多田ですさんの TikTok を見てる人は分かると思うんですけど、はいなおちんさん、すいすいすーさん、まじかのばあちゃん、対戦ありがとうございます。ありがとう。そうだから一応間接的に出演してます。おごってと脳みそだけはい、今日も大人っぽく、嬉しい。なんかこの服着たら大人っぽく見えるんですか。私この服着た日だけなんかめっちゃいい女って呼ばれるんですけどちょ、毎日これ着てたら毎日いい女に見えますかね。ママ洗濯頑張って北里浩平さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。てちてちさん、間近なバナナちゃん、対戦ありがとうございます。ちょっとこれから、あー、この服はフェロモン、なんか多分この服じゃない時は半袖だからかもしれないですね。はい、そう、今日はちょっと寒いので長袖、うん、だからちょっと袖がね見えるのが、なんか肌が見えてると、なんかこう見えてるとなんか元気に見えるじゃん。でもこうやって見えてるとおしゃれな女おしゃれな女、ランクアップ、もうすぐ600です。かなりんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。山内さん、カメさん、眠い姉さん対戦ありがとうございます。眠いですね。かなりんさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。そう、 MX で一応ゆいさんと共演できるはずなんですけどうん、今のとこ順位的には一応共演できる許容範囲、許容範囲というか、まあ、MX さんはね、アイアーじゃない、ドボンじゃなくて A ビートの時に本来ならお世話になる予定だったはずのテレビ局さんなんで、ちょっとそれぶりというか、その時の雪辱も晴らしに行きたいと思います。サットさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ね、いつ収録でいつ放送なのか、またねみんなにお話できる日が。トラック野郎さん、魔女の帽子ありがとう。みんな分かってないかもしれない、 A ビートの話。なんか前にその上位何人になったメンバーから2人ずつその東京 MX さんの番組に出演しますみたいなあのイベントがあって、私それの上位何人かに選ばれたんですけど、なんか私じゃなくてその私よりもその順位が高くなかったメンバーが呼ばれてて、あれ私はってなったこ
ことがあったので、ちょっとその雪辱も果たしに行きたいと思います。暴風で傘が折れた。うん、暴風の時傘ささないで、そうやって習った私小学校で。りんなぎさん、ゆうさん、たいさん、ありがとうございます。懐かしいですね。パンダさん、ハートありがとう、キュンです。山内さん、フラワーステッキありがとう。前髪のおかげなんですか、私が可愛く見え、可愛くいい女に見えるのは。やった、前髪ありがとう。パンダさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとう。タレタタレ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 タ、ユウさん、山内さん、大勢ありがとうございます。こんにちは、ハルピョン、そうぜ、みんなで、こんにちは、ハルピョン合戦、全力突破。こんにちは、ハルピョン作戦してます。こう時間合わせに合わせに来る人はこうやってこんにちはハルピョンで今度からハルピョンのカード使えよっていうのを威圧で半分寝てる竹兄さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。起きて、ダイヤ、ありがとう。絶対ダイヤの12持ってんなって知ってた、だから絶対返してくれると思ったから、だから山内さんにダイヤを頼んだ。作戦勝ち。天才的。もう手痛い。あ、ピョンズ誰もいないし。ウケる。ピョンさん髪綺麗だから、エッセンシャルとかラックスとかシャンプー。嬉しい。ちなみに私が使ってるのはアンドハニーなんですけど。サラサラポーンです。ちょっとね、でもあれがすごい癖っ気なので、ちょっとこの辺の癖がすごいんですけど、癖がすごいんじゃなんですけど、889日ありがとうございます、ありがとうございます。明日のドボンのじゃんけんはなんか私のあれなんですけど、その前日に出した手札、ん、手だ、グーとチョキとパーのやつの同じやつを出せばいいんですよ。だから私は今日自分のところではパーを出したのね。だから私は明日あのドボンの中のハルピョンはパー出したから、明日はパー出します。意味わかるかな。私はそれでいつも毎回必ず1ヶ月のうちに
10勝は必ずしてますので、はい、まあもちろんそれは毎日勝てる毎日勝てないとかはあると思うけど、10勝は必ずできるシステム。だと思う。そうですね、まあいろんなね900日とか何百日とかでお祝いしていけたらいいんですけど、まあ私のこのあれはそうですね、まあ続けてはいるけど、ちゃんと続け、まあちゃんとじゃないよって言ったらみんなちゃんとなんだよって言ってくれるけど、なんかそのなんだろう、自分的にはあんまり納得のいってないそう数字というか連続なので、じゃあ一回やめろよって話ではあるかもしれないんですけど、それはやらないんですけどなのでまあ大々的にはそんななんかウェイって感じではなくて、なんだろう、なんかひっそりとオロナミン C で乾杯するぐらいのお祝い方法でお願いできますかね。そう、山内さん、これ何さんなんだろう、なんかもう一人ありがとう、何さんか分かんない、分かんない漢字はちょっと難しいんで読めません。はい、読めません、ごめんなさい。今日もノーファンで、マコリンさん、毎日キュルルン欲しいさん、対戦ありがとうございます。キムチャイオナオパーミラボールカムサムニダありがとう。ちょっと待ってね、歌出すね。キツツとコウヘイさん、ハートありがとうございます。I love you ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えたファイナリー、ミラボルありがとうございます。お、さっきの対戦で二乗しマックス、おー2人目、史上2人目の二乗しマックスでございます。おめでとう。すごっ、イエーイ。拍手。いっぱい対戦していただいて本当にありがとうございます。これからもたくさん対戦よろしくお願いいたします。確かに二星マックスになったら何になるんだろう。次何もないよね、神尾支店目指すしかない。大変だぞ、うん、大変だぞ。ユリアス、ちょっと言わないでおこうちょっと多分いろいろ事情がある方が
なのかな、ちょっとあんまり言わないでおきますね。はーい。にゃこさんリボンありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。 A ダッシュさん、お化けありがとう。そんな、いろんなメンバーに言ってるようなことこっちに言ってもやんねえかな。分かってんだよ。分かってんだよ。タムさん、大さんありがとうございます。ドボンされちゃった。そうなんだよね、なんか今回ゆうなさんも上にいないから、なんか、まあ、まだ始まって2日だけどね、言うてなんかね。まあ、新しいゲームがね、 AKB のゲームが始まったってこともあるかもしれないけど、なんだろう、言いたいことは分かってくれるかな。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんかいつもとちょっと違いますよね。なんで？みんなビンゴいいの？間違えたし、スキップを押そうとしたら7にしちゃった。間違えた。なんかうおーって感じない。もうちょっとヒリヒリしたい。すごいこと言ってんだけどさ、今私、まあ、始まって2日だから分かんないけど、いやでもなんか推しがそんなこと言ってるから、やるのやめようとかやめてくださいね。なんかもっとさ、なんだろう、諦めちゃってんのかな、みんな。ね。世間の大坪さん、
大勢ありがとうございます。なんかもうどうせいつも出るメンバー決まってっからなみたいな感じに思っちゃってんのかな。だとしたらそれはマジで思わない方がいいと思う。うん、だってまた急にハルピョンがさ、じゃあさ、いやまあなんだろう、別のことでマジもう2週間できなくなりましたとかにさなってさ、あーなんかお知らせ来た、ゆいさん。そうってなるかもしれないじゃん。だからやろうよ。いやダメダメ、やらないでほしいよ。いやなんか安心して、あ今月いけたなーとか思いたいけど、なんかなんだろう、それでいいのかなって思っちゃう。なんかあの1月のあのヒリヒリはどこ行っちゃったんだろうって。そう、さやママさん、にゃおこさん、オープンアカウントさん、たいさんありがとうございます。そう、まあでも今月はもともとそのなんて言うんだろう、あんまりできない時もあるかもしれないっていうのを元から今は分かってるから、まあまあその時点でヒリヒリなのでいいんですけど、うん、うん、え絶対だって私さ1回目のビンゴに出てとかドボンしてファンの方が増えたっていうのも絶対あるし、若手特にさ京香ちゃんとかさ、もうなんだろう、いろんなイベントとかやってさ、まあいろんなイベントとかやってファンの方大変だろうから休憩っていうのかもしれないけど、うん、でも京香ちゃんそういうなモデルさん系のお仕事が多分やりたいのかな、分かんないけど、ちょっと私京香ちゃんに聞いてくださいまあ確かになんかビンゴとその雑誌って言われたら多分京香ちゃんは雑誌系なんだろうなっていうのは思いますね。うん、そう、ランウェイとか雑誌とかそういう系なのかなって、可愛いからね。うん、なんか心配になる、お姉さんがビンゴにビンゴに出ますって言ったらお姉さんが心配になっちゃう、あ大丈夫ってなっちゃう。ボンチーさん、大佐ありがとうございます。うん、そう、うん、本当だ1位になってる。もう1位になりたくないんだけどな、あんまり正直1位になったらもう落ちるしかない、落ちるかキープしかないから、ちょっとあんまり早い段階で1位になるの嫌なんですよねはい正直だから
なんだろう、まあみんなが頑張ってくれてるのはすごい嬉しいんだけど、なんか頑張りすぎないでもいいよ。うん、レクサーさん大佐ありがとうございます。なんかこんなこと言ってて、いや待って、こんなこと言っててあれなのはやばいから、そのなんて言うんだろうね。教えんとかはダメですけど、はいはい、え怖っ。友幸さん、咲太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。うん、そう、いやあんまり言わない方がいいや、やめよう。みんな頑張ろう、よし、みんな頑張ろうよ。気を抜かないようにみんな頑張ろうね。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。はい、キムチャイオナンパミラボル、カムサムニダ、ありがとう、ありがとうございます。待ってね、ビンゴビンゴ生まれて初めてピンときた相手がチャンス、ありがとうございます。ミラーボールありがとう、カブサムニダーありがとう、ツーさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。いちごプリンピョンさん、大佐ありがとうございます。6割方寝ているタケ兄さん、もうそれは起きてください、起きてくれたらパンチしてあげます。はい、竹兄さん、起きるって言ってくれた。あ、吉田カレンの配信が始まり、夢見るだ、夢見る、夢見る、夢見るです。残念、ピエン、咲太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。アイルテックはチャンス、
起きてほしいからご褒美にパンチって言ったんだけど、合ってるよご褒美で。なんじゃ合ってんだこっちや。あー間違ったことは一つも言っとらん。あースクツ行きたい。ちょっと待って待って、うわ固まってるわ。ダメだ固まってたわ。誰とも会えない、つまらん。え、さっき負けたの？負けちゃったの？このビンゴは何月なの？知らぬ知らぬ I don't know。 ほなんかいっぱい出しちゃった。へ709人も出しちゃった。12月に放送予定って書いてあるよ。だって書いてあるよ。だって私も読んでなかったよ。待って今めちゃめちゃ適当に押しちゃったのに、今めっちゃこっち画面ローモを開いてて、こっちドボン開いてて、あ待ってやばいと思って適当に押しちゃったと思ったら、ポップさんとにゃんこさんに当たった。やばい適当に押して、あの時間、時間合わせの時間に押せる私天才かも。すご素晴らしい、さすが橋本。もう終わるようになってんだよね多分その時間に。無駄のないように、体内のドボン回す時間がすごドボンの申し子。あでもあの3人いるうちのピョンズ以外のファンの方に負けたんですけどね。早くこのランクの称号欲しいな。頑張ろう。いかにみんなが持ってない称号をゲットしてつけるかっていうのが私の最近のドボンの楽しみ。一人だけ違う楽しみ方してんだよな。そうランクが上がれば上がるほど新しい称号がゲットできるんですけど、誰もいないピョンズ、そうその称号をつけて、あのいろんなファンの方とあの会って、こういうこのハルピョンの称号は何をしたらもらえるんだっていうのをみんなに考えさせる。そう今からじゃ誰にも真似できない。もう1年前にみんなが戻ることしか、うん、
そう、私がやればやるほど邪魔できない、なんていうの真似できない、この遊び方楽しい。すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。私この色似合うのかな、もしかしたらどうなんだろう。10月はピョンズさん、マジカナバーちゃんハート、間違えた、対戦ありがとうございます。これ原色、これ何色、ごめんスタンプ押してない、今何色か分かんない。玉井さんハートありがとう、キュンです、ありがとう。誰がダイヤがいいって言ったの、ダイヤにしてあげればよかった、ごめん。あ、他の女のスタンプ使ってる、早く上がってよ、そんな他の女のスタンプ使うやつは早く上がれ おもろそれで次の押せるタイミングを逃してたらもっと怒られてたよ、10月はピョンズさん伊藤さとしさん、マジカのバナナちゃん対戦ありがとうございます、ありがとう。いらんです、色変えてやる10月はピョンズさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。ハートあげときゃ喜ぶだろうみたいな、そういうあれでしょ。そういうあれでしょ。朔太郎さん、北里川平さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。壇上に落ち、壇上落ちないため、全然ハルピオのためじゃなかった、全超超絶違ったわちょっと前髪の感じをいい感じに。ともゆきさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。あーピーポー、髪の毛が、
パンダさんリボンありがとうございます。北里光平さんフラワーステッキありがとうございます。ハルピオンが見てないからって違う女の違う女違う他の女のね他の女のスタンプ使う人笑う。彼女にバレなきゃ浮気してもいいって思ってる人だ。そういうタイプの人間ですか。ゆうゆうぴーさん毎日キュルルン欲しいさん大佐ありがとうございます。そういうタイプの人間ですかミスター。ドボンされた。山夏さんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。じゃあみんながアイドルでみんながアイドルでハルピョンがみんなのこと好きって言ってるのになんか対戦した時に他の女の子他のだから男の方のスタンプを使ってたら怒るでしょ。あ怒らないですか。怒らないですか。じゃあ私がおかしいのかな。ゆうゆうぴーさん対戦ありがとうございます。怒らないんだ。私がおかしいんだ。じゃあわかったごめん。でもでもこういう目になります。うん。今日はなんか色っぽいですね。だってあはーんやばい電源撤回されちゃう。今の色っぽさゼロ。どうしたらよかったんだろう。待って やばい。バカにされそう。まあいいや。ふみやさん、あんやんさん、たいさんありがとうございます。やば。大バカにされるんだが。すみちゃんハートありがとう。キュンです。ありがとう。
色っぽい。なんかポニーテールしてる姿好きとか言いますよね、よく。やめとこ、誰も求めてないみたい、やめとこ。釈太郎さん、山内さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうで、何もなんかしない方が色っぽいですよね。いや、私は隠し持った色っぽさでいきます。なんかもう、そう、いざっていう時に色っぽさ全開でいきます。はい。そうです。だってね、そうです。トラック野郎さん、献血バナナのヒーボーイさん、対戦ありがとうございます。そう、やっぱりねえ、クラブって言ってんのになんで色変えんのかな。もう、10月はピョンズさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。フェロモン出ますかね。だってもうフェロモンプンプンで頑張ります。こんなこと言ってんのがやばいですよね。全然色っぽくない、色っぽさゼロ、マジでやば。色っぽいのかけらもない。ハッシュタグセクシーとは。急に静かになるやつ。黙ってる方が大人っぽく見えるって言いますから。何でしたっけこれ、あ、ちょっと名前が出てこなかった、スペードごめんなさい、名前が出てこなかったです。献血バナナの日ボーイさん、山内さん、対戦ありがとうございます。レミちゃんに誕生日おめでとうのスタンプをするときに、私のハッピーバースデーのスタンプを使うか、エイトくんがハッピーバースデーってケーキ出してるスタンプ使うか、どっちがいいと思いますか。あ、 LINE の話なんですけど、はい、
マックミックさんハートありがとうございます。キヨナスありがとうございます。声出るやつやばくない？びっくりするよ。え、ハルピョンさんってこんな顔だったんですねって LINE 返ってきたらどうしよう。そうだよって返すわ。わかった。これ送ったよはず。献血、お、献血バナナヒボーイさん3連続だと、テチテチさん、大佐ありがとうございます。うわ、バースト。ずんちゃん推しさん、この方もうし、うん、ずんちゃんがかわいそう。え、マジは、あの使い勝手いいスタンプ作ったわ、うちね。なんかさ、ありがとうとかさ、そういうのもさ使い勝手いいじゃん。そう、でもさ、なんだろう、なんか謎すぎる。なんか謎すぎるスタンプもあるじゃないですか。まあもうね、昔のはあれだから言える話ですけど、まあ謎すぎるスタンプとかもあるわけじゃないですか。あれ、私これここかな、あ違う、スタンプじゃなくて LINE のスタンプ、スタンプじゃない、あれこれ塗るやつの、塗るやつどっか行っちゃったな。ピョンズいないし。サクタロさん、ハートありがとうございます。キュンダンスありがとうございます。口に塗るやつの、なんていうの、塗るやつどっか行っちゃったな。昨日小麦が来るってなったから、そう、さすがにね、いろいろペペペペペって出てるところに小麦くん呼んだら何でもかんでも食べられそうなので、ちょっと片付けたんですよね。それでどっかやっちゃったわ。やらかした。完璧。ゆんちゃんさん、ふなえもんさん、誰だろう、もう一人、ゆりやさん、たいさんありがとうございます。つーさん、おさるさんありがとう。キムチャイオーナオッパー、ミラボール、かぶさむにだ、ありがとう、ありがとう。歌います。てかちゃんす、ビンゴビンゴ、今日までは決めふらず、ありがとうミラボール、ありがとうございます。なあ、
作太郎さん、ともやきさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとう、作太郎さんかわいい、ありがとう、間違えた、ともやきさんハートありがとう、作太郎さんかわいい、ありがとう、間違えちゃったよ。スーさん、リボンありがとうございます、ありがとうございます。 YK さん、ハートありがとう、うわ、なんだその名前、思ってても書かない方がいいよ。険しい顔、アイアンさんめっちゃ可愛い、ありがとう、ごめん険しい顔しててごめん、あ違う、ドボンの話じゃない、そうだよね、ドボンの話なのかなんか分かんなくなりますよねショールームの話です。はい、なんか全然そんな、なんかなんて言うんでしょう、のぞみんさん大佐ありがとう、なんかそういうなんて言うんでしょう、うって感じのじゃなくて心が病むようなお名前はやみますはっきり言います。はい、マーボーさん、マックミックさん、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます、ユウさん、ユウさんともう一人、さん、ハート、あ違う、大佐ありがとうございます、あ言いますね、じゃあ言いますよ、私言っちゃいますよ、言ってもいいんですか、なんかまるまるちゃんの配信見れなかったからハルピョンで我慢するかみたいな、そう来たんですそうですねちょっとさすがにメンバー名までは言えなかった、うん、読みますよね、言わなくてよくない、ハルピョンはしょぼんでした、はい、楽しい配信しましょう、そうなんですよね、ハートめっちゃ投げてきてくれてるからなんか謎なんですよ、我慢なのか何なのか分かんないうん、自分のドボンの名前、ああごめん、船山さんごめん、全然全然ごめんなさい、誤解させたなら申し訳ない、猫だましパンと一つにゃんにゃん、サットさん、森のパンダさん、ともゆきさん、大変ありがとうございます、待って待って、ごめん、船右衛門さんがめっちゃ謝っちゃってる、ごめんね、あーごめんね、あーあれかな、好きな女の子には意地悪したくなる現象みたいな、小学生の男の子みたいなあれですかねへへへ
あなるほど、そういう感じのあれですかね。なるほどなるほど。大変だね。なるほど。今日のハウピョンが一段と色っぽくてそう感じちゃったのかな。心は小学生だから。ハウピョンは寛大に行きましょう。はい、山田子さん、大変ありがとうございます。え、どっちが色っぽいですか？ちょっと今画面半分にして見てみてよ。左側か右側か。だからその長袖か半袖かでなんか変わんのかなと思って。長袖の方がちょっと色っぽく見える説。検証中。北里浩平さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。あ、腕見えが好き。あ、そういうタイプの方もいるんですね。わしゃ餅やないんよ。餅やないんよな。ミキトさん、いちごプリンピョンさん、大変ありがとうございます。餅やないんよな。うん、ピョンズにドボンされちった。覚醒した竹兄さん、うおー、パンチしてあげるよ。じゃあパンチ、ありがとうございます。スクツ、ちょっと待って、スクツ、ちょっと待って、スクツ、ちょっと待ってね、ちょっと押してから行くね。ありがとう、教えてくれて。空きあったかな、ダークマット。あ、でもさっき負けてるから空きあるかもしんない。ゆうさん、サプライズレバーさん、間近のばあちゃん、大佐ありがとう。ありがとうございます。ちょっと待ってね、スクツ行きたいから。ちょっとキってなんだ、馬かランサーみたいなやつか。あ、間違えた、ランサーはレベル1だった。ロイヤルライダー。ごめん、みんなスタンプ押せなくて。
ンナさん、サイレントムーンさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。うわ、ウサギタワーがいる。待って、ちょっと待って、スクツなの、巣窟じゃないの、スクツなの。はぁって言われるかもしれないけど、スクツなの。ちょっと待ってね、押してから。てるちゃんぐさん、召喚ありがとう。え、まあ巣窟なんだけどね。うん、巣窟なんだけどね、私がただ間違えただけなんだよ。誰だろう、YK さん、あとはさっきはごめんなさい、ハルピョンも好きですも、はい、タワーありがとうございます。まあタワーに罪はないですから。はい、せーの、タワータワー、ありがうさぎタワー、 YK さん、ありがうさぎタワー、ありがとうございます。山内さん、なんだっけ、リボン、ありがとうございます。タワーに罪はないですから。はい、 G62 さん、にゃーこさん、対戦ありがとうございます。ありがとう。そう、うさぎにも罪はないですから。かわいいね。あ、クラブ、うん、クラブ、ごめん、私が言うの遅かったね、私が言うの遅かった、ごめん。ごめん、な、飛ばされちゃった、ピョンズ。スミちゃん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。コメント欄で、コメント欄の質問に答えてくれてる。私配信しなくていいや、いや喋んなくていいや。ん？ダークさん、岡田里奈さん、大変ありがとうございます。うん、もう全部が怪しいんだよな。うんうん、ツーさんありがとう、むしろ答えてくれてありがとう、全然答えてほしかった。君は誰だ、岡田里奈とは誰だ、岡田里奈は誰だは違うんだな、偽物だろう、おはヨーグルト使って、偽物だろう、誰か分かってんぞ、推し誕生日だったろ。すごえ、ごめん、違ったらごめん。やばい、違ったらごめん、このアバター的にそうかなと思っちゃった。アバター、何、トップガーみたいなやつ、違ったらごめん。あ、黙秘してる、あ、あ、手を挙げろ、撃たないから手を挙げろ、優しい。トラックヤローさん、ユウさん、渡りガラスさん、対戦ありがとうございます。
ありがとう。ハイアンドロー真面目にやってる人、やばい、あんま言っちゃダメ、そんなこと言っちゃダメ。アイドルのオーディションを受けるんですけど、大事にすることやアドバイス欲しいです。だって、なんだろう、私に聞かない方がいいかもしれない。なんかでも、そう、なんだろう、私は、ちょっと待って、なんて答えるのがいいんだろうね。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ちょ、私はちょ、ぶっ飛んでる、あの例ね、ぶっ飛んでる例ですよ。これは多分ぶっ飛んでる例なのであんまりあれなんですけど、そうですね、私は、ま、あの歌唱評価みたいな、なんていうの、歌審査みたいな時に、あの自分の中学校の、その時中学校に在籍してたので、中学校の時の校歌を歌って、そう、なんか歌がそんなに得意じゃないか、なかったっていうか、過去形じゃないんだけど、今もなんだけど、だからそのどんな音程をとってもバレないじゃないですか、効果ってだからママがなんか知らないからさ、そのすごい有名どころの効果とかだったら知ってるかもしれないけど、他の人なんて基本さ、そんな自分の効果以外知らないから、そのママがそのそうやって言う理由で、効果歌いなよって言ってくれたんですよそう、だから、まあなんだろう、これを歌ってくださいって言われて決まっちゃってるんだったらあれかもしれないけど、なんかその自分のなんていうの、弱みというかを隠すためにそうですね、なんか、はいズルをするっていうあ、でもなんかこれをよく聞くのは、なんかメイクは薄い方がいいっていうのはマジでよく聞きますね。私はもう中学校中2だったので、中1か、その時は中1だったので、全然もうメイクなんて知らなくて、すっぴんで行ったんですけど、メイクはしない方がいいって聞きますね。なんでなんですかね、うん、わかんないけど。赤石尾さん、大さんありがとうございます。うん、どうなんですかね。あとはなんか、前髪は長くない方がいいと思います。表情が、これはなん、チームメイトの合宿、ネモースさんの合宿で言われたけど、なんか表情が見えなくなるから、前髪をこう上げといてみたいな、こうしてこうして全員オーディション受けて、オーディションっていうか、そのまあ合宿のオーディション受けてって言われたので、そう、なんか表情とか大事かなって思うなら、まあでも自分が一番可愛い顔とか可愛い髪型をするのが一番大事だと思うんだけど、うん。ぶっちゃんさん、大さんありがとうございます。むずっ、アイドルのオーディション何のアイドルかにも多分よるんだろうな。 AKB だったらなんか、いや、てかチームエイトのオーディションだったらわかるんだけど、やってないしでね、チームエイトのオーディションうん、だから、何のアイドルのオーディションなんですけどって言われたら、なんかそれ、そのアイドルのに特化したものというか、なんか例えば何、わかんない、あんまりわかんないけど、うん、なんか多分
桜坂さんとかだったらすごい表現力系だと思うんですよね。だからそういうのをなんかやったりとか、そのそれをそのうんとか難しい、そのアイドルが大事にしているものをですかね。あとはなんか受かるぞって気持ちは大事だけど、力が入りすぎないとか、うん、ダンスはいや分かんない、 AKB だからチームメイトだから許されたのかもしれないけど、ダンスは私はマジでできなかったです。はい、あのチームメイト静岡エコパーで調べていただいたらあの分かるんですけど、そこにいるポニーテールのですね、会いたかったを一番、まあ、左端ら辺で踊ってるメンバーが私なんですけどあの本当にやばいダンスでしたのでそうそうですね、まあでもエイトとそれも初期だから許されたんじゃないかなって思います。今だったら多分秒で落とされるうん、パンダさんハートありがとう、キュンです、ありがとう、山内さん、タイさんありがとうございます。そしてうわもうこんな時間、ランキング読みます。ちょっとアイドル何ですか。あでもさっきコメントでもあったんですけど、あの自分の SNS は綺麗さっぱり消しておくっていう大事です。はいそうですね、それは大事だと思います。うん、大事だと思いますてちてちさん、大変ありがとうございます。 SNS ってね本当に怖いですから、うん、もう何でもだよね、もう、うん、はい、あと3分、ランキング読みます。1位、YK、 あと本当にごめんね音符、ハルピョン大好きです、また見ていい、うん、許そう、でも明日も見に来なさい明日も見に来なさい、待ってる。2位陽一さんありがとうございます。3位 A ダッシュアットピョンドさんありがとうございます。4位、オーシャンブルーさんありがとうございます。カムサムニダー。5位パンダさんありがとうございます。6位サクタロアット、お仕事でお仕事が少なめですが神推しありがとうございます。7位キムチャイオナオパカムサムニダー。8位10月はピョンドさんありがとう。9位スミちゃんアットこんばんはるぴょん、ん？どういうこと？ありがとうございます。10位ともゆきさんありがとうございます。11位マックミックさんありがとうございます。12位北津光平さんありがとうございます。13位ネバーストッパーとドボンされすぎてなかなか順位上がらん、頑張ろう、ありがとう。そして本日のラッキー888位はカッキーさんです、ありがとうございます。あ、書くことが思いつく、あ、そう、あ、はい、ということで皆さん本日はありがとうございました。またぜひ、 YK さんうさぎタワーありがとうございます、ありがとうございました。意外と読み終わっちゃったランキング、明日見に来なかったら怒りますからねはい、それは絶対、あでももしなんか明日なんか入っちゃったなんかね、ちょっとやばーってなってあれだから、明日か明後日でいいよ、いやどっちも、うん、オッケー待ってます。はい、ということで船右衛門さん、ツッチーさん、大戦ありがとうございます。ということで最後にキャッチフレーズをして終わり。ゆいさんと対戦しました今ね、なんでうさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは
はるー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプであなたにきっと期待をお届けしちゃう、富山県代表アルピオンこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。私もゆいさんと対戦したかったです。おやすみなさい。対戦できるチャンスだったのに。え、ゆいさん私のこと一押しにしてるのかな。え、は、ありがとう、おやすみなさい。